けで、これね、うん、この間買ったおもちゃはこれ犬用の、子犬用のおもちゃで、でこれはこれね、犬用の干し芋、もう原料がお芋だけなのでね、無添加のおやつで、これを、うん、おもちゃの中に入れてあるので、これくーちゃんお気に入りなのね。うん、でラビちゃんも遊んでたんだけど、ラビちゃんいっぱいおもちゃあるからと思って、うん、これもねあったからね。だからラビは次買ってあげるねって言ってたので、それが来ました。ラビちゃんの好きなピンク色、うん、どうぞ。やったー、うん、はい、えよ、あれ、いいの？うん？あれ？あれ？最初さ、あの水色のあげた時にすごい喜んでたじゃん。喜ぶと思ったのに、ダメだった。もう今、気分じゃないのかも。置いておこう。うん。ね、あとで遊ぶかもね。あとさ、もう一個ちょ、あっちもこっちも大変だね。もう一個、これ、ちょっとカラフルな可愛いおもちゃを買ってみた。くーちゃんどうですか？うん、あれ、開けてあるよ。うん。よいしょ。うん、どう？気に入った？でもさ、くーちゃんどうせさ食べ物じゃないと分かって、もはや一応持ってはいたけど、うん、食べれないもんね。くーちゃんこれでいいよね。でラビちゃんはどうかな？ラビ、あ、ラビちゃんどうですかこれ。ピッ、ちょっと警戒してるな。ダメそれ。いまいち。こっちはこれ。ちょっと怖い、ちょっと怖い。ちょっと怖いね。大丈夫だよ。あ、ちょっと怖い。考えてる。どうしようかな。いや、考えちゃうね。こっちがいいね。ちょっとビクビクしながら。ダメか、ダメか。ラビちゃんおもちゃいっぱいあるもんね。ここにもボール入ってるしね。なにこれ。なにな、はい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 、うん、サンマちゃんそこにちゃんと、うん、隠してあんの、うん、隠してあんの、うん、はい、ドーナツもあるもんね、うん、じゃあちょっとこれはののちゃんに見せてこよう。というわけで、ののちゃん、ののちゃん、うん、ののちゃん、ちょっとここ開けようか、うん、ののちゃん、ののちゃんのお気に入りのたい焼き。これね、もうすぐここ、笛がついてたんだけど、もうすぐ壊した。でもおかげで、うるさくなくていいんだけど、いいんだけど、このたい焼きね、ちょっと薄いので、気づくとね、外に落っこってんだよね。ケージの外にね。なので、これだったら幅があるから
どうかな、のぬちゃん欲しい、のぬちゃん欲しい、これ欲しいの、うん、欲しい、あ、処分、うちいいの、うん、はい、ちょっとカラフルだから怖がるかと思ったら全然大丈夫だ。あれだったら多分外にはそう簡単には、ただねぐいぐい押し付けたりするから外に出ちゃうんだよね。気に入ったのの気に入ったみたい。あれもうすぐ増えとっちゃうかな。でもこれちょっと見して、もうダメ、ちょっとちょっと見して、ダメだ、もう絶対返してくれない、ちょっと見せてダメだ、ちょっと見せてダメだった、もうダメだ。多分このたい焼き、ここがね、なんかただ笛が突っ込んであるだけだったので取れやすかったのかも。あっちは結構笛がしっかり中にセットされてるので、そう簡単には壊れないと思うんだ。あ、ほら、ああやってね、角っこにこうグイグイって押し込むので。で、ののちゃん、たい焼きは、たい焼きは、でもね、こんなに遊んでても次の日にはもう全く遊ばなくなったケースがあるからね、ののね。ののちゃんはね、なんかこんなに遊んでても何かの拍子に嫌いになるともう徹底して嫌いになるので。で、前にね、もともとののちゃんって手乗りでね、腕に普通に乗ってきてたんだけど、それもね、なんか乗ってる時に自分でバランスを崩して落っこちたかなんかで、もうね、腕は嫌っていう感じ。だから腕に乗せるのも最近今一苦労。あとお手もね、前お手してたのにもうしなくなったしね。うん、気に入ったの、のの。まあ以前ね、3兄弟で育てたので、3は一緒に育てているとやっぱり性格の違いとか比べやすいので、で、ちびっこの時にあの爪切りね、タオルとかで固定して爪を切るんだけど、他の子は爪を切ってもまあ次の日にはもう全然大丈夫。でもののちゃんだけ固定されて爪を切ったらもうずっとそれをなんかこう根に持ってしばらくはっていうか、いまだにね、全然抱っこもできないもう大変、掴もうとかもうね、そういう感じね。あおちゃんとかはね、爪切っても切られた直後はちょっと警戒するけど、でももう次の日にはちゃんと、なんだろう、いじめられたんじゃないっていうことは理解してくれるので大丈夫なんだけど、結構ね、あの飼われている方で爪切りとか嫌がることをすると嫌われちゃうんじゃないかって気にしてやらないような人もいるんですよね。で、あのわざわざ獣医さんに連れ、動物病院でね、切ってもらうっていう方もいるんだけど、もうカラスも、あとまあハトもそうなんだけど、賢いので悪意を持ってやられたことじゃないっていうのは理解してくれてるようなので、ちゃんとね、爪を切ったりとかしたことでもうずっとあなたのことは嫌いっていうふうにはならないんだけど、ののちゃんはちょっとね
粘土のなんかできてたことがどんどんできなくなっていく感じ。今こんなに遊んでるけどな、前にもカラフルなボールすんごい遊んでたけど、今はもう見るだけでも全然ダメ。もうそのうち忘れてまた遊ぶようになるかなと思うんだけど、それもないので、ちょっとなんかののちゃんは特殊だよね。この白いつぶつぶも楽しいんだね、それね。ラビはあんなに警戒してたけど、で、たまののちゃん気に入ったみたいなので、もうなんかたい焼きはいいのかな。たい焼きはいいの、たい焼きたい焼きんですか、うん、うん、いいの、うん、たい焼きここに泳がしとこというわけで、まあ、ののちゃん気に入ってくれたので、あれだったらそう簡単に外には転がらないと思うので、しばらく、ちょっとうるさいけどね、あ、何日持つかなね、えのの、じゃあね、ののたん、